はい、こんにちは、みぼうずです。今回はね、前からやるかもしれないって宣言していたスノーランナーですね。まあこちらをね、シリーズとして新しくやっていきたいと思います。まあ本当にね、まっさらの最初からやるって本当は最初思ってたんですけど、まあとりあえずそれだとあんまり面白くねえのかなと思ってちょっとだけ進めてます。ちょっとだけね。まあどこまで進めたかというと、このブラックリバーをちょっとだけやりました。で、まあちょっとだけ、まあ半分ぐらいやったのかな。で、あとアラスカもね、ちょっと半分ぐらいやってます。ここの北の港ね。で、じゃあこのスミスビルダムからね、じゃあ動画として始めようじゃねえのかというところですよ。で、今手元にあるね、乗り物は、まあ DLC もあるんですけど、基本的にはね、このシボレーのね、CK1500、まあスカウト800、GMC の MH9500、フリートスターの F2070A、で、ロイヤル BM17 というところですね。で、あと、もう1台か。これ、ハマーのね、H2 もね、手に入れました。これがね、一応、あれです。あの、マップで手に入れたトラックとか、まあ、その、なんつうの、DLC を使わなくても手に入れたやつですね。で、ちなみにくっついてるタイヤはね、DLC のタイヤを使ってますけどね。で、あと、保管庫には、まあ、DLC がこんだけあるよっていう感じです。はい。まあ、基本的にはね、ここら辺だけでやっていこうかなとは思ってるんですけどね。まあ、無理だよってなったら DLC が登場するかもしんないです。まあ、とりあえずね、このスミスビルダムから始めていきたいと思いますのでね、本日もよろしくお願いします。はい、ってことでね、とりあえずまず最初にやること、まあやっぱね、マップをね、見やすくするってところでしょうってことで、そのアップグレードとかね、仕事を発見しながら、まあこういうね、タスクを受けながら監視塔を開放していきたいと思います。はい、ってことで、まず最初にね、アップグレードとね、そういうタスクの解放とか、そういうのをやっていきましょうね。はい、じゃあやっていきましょう。とりあえずはここの監視塔をね、最初に目指していきましょうってことです。このアップグレードを取りながら、まあね、ライブ配信とかでね、何回かね、ちょこちょこやってましたけどね。まあやっぱね、大変ですよこのゲーム。難しい、圧倒的に難しい。このマットタイヤつけてるんでね、もう舗装路でのね、グリップが壊滅的に悪いんですけどね。まあ行きましょう行きましょう。はい、跳ね上げる土なんかないのにね、跳ね上げながら走ってますけど。あ、でももう先にここやっちゃうから、ここ先にやっちゃいましょう。はい、じゃあね、こちらの車で行きましょうね。間違いなくね、 DLC 使わないんだったらね、一番最初に大活躍するトラックですよね。基本これでやるって感じですよね、本当どんな仕事でも。ブラックリバーでね、実は言うともう1台トラック手に入れたんですけど、それはね、しばらく使い物にならないだろうからってね、とりあえず1回売却してます。まあ後々ね、必要になれば買い戻せばいいやと思ってね。多分まあ必要になることはないんだろうけどね、まあコレクションとして後々ね、お金が有り余ったらね、買い戻してもいいのかなって感じですけど。はい、このフラットベッドで詰めんのかな、煽り付きね。あ、一応詰めましたね。はい、じゃあ行きましょうか。とりあえずね、さっきの落石ポイントに持っていくだけです。とりあえずね、燃費が良くなるんでね、あの AWD は入れてないですけど、こういうのをね、ちょこ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 ね、本当にね、やっていかないとね、あっという間に燃料不足になっちゃいますよね。本当燃料をいかに節約するかっていうようなゲームですよね。序盤でもそれ感じるんだからさ、ゆくゆくは絶対もっとそうだよなって話ですよ。
はい、到着。とりあえずね、これで最初のタスクは終了ですね。はい、じゃあエンジンを止めて、これエンジン止めとかないとね、ずっとエンジンかかりっぱなしなんでね、行きましょうか。またこっちのスカウトに乗り、とりあえずね、マップの探索はね、こういうやつでやんないとね、ほんとひどいことになりますからね。あ、でもこっちじゃねえで、もう一台の方持ってくるか。はい、じゃあこっち出動させましょうか。デフロックがついてるんでね、何気にこっちの方がいいだろうっていうことですよ。でもね、これね、すぐ横転するんですよね。特にさ、あのルーフの上にさ、修理機材とかも置いとくとさ、重心が高くなるからすぐ横転するんですよね。特にデコボコした道とかも、サスペンションが硬いのか何なのか分かんないけど、結構ぴょん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 跳ねるんですよ。夕方になってたからね、早朝に切り替えましょう。とりあえず最初にアップグレードをね、取りに行きましょうね。あの CK1500 って書いてあるじゃないですか、あの車。俺がね、それこそ中学生高校生の頃はね、結構人気あったんですよね、アメ車好きの中では。 C1500 っつってローライダーにしてる人結構いたりしたんですよ。今時は本当もう見ないけどね、さすがに。車高ペッタンペッタンにしたりとかしてね、結構いたんですよね。サバーバンもいたけど。ほらほらほら、跳ねるでしょ。圧倒的に危険なんですよね。はい、そろそろ四駆にしましょうか。まだいけそうな気がしたけど。ね、ほんとこういう道を見てるとさ、DLC でさ、ランドローバーがあるんですけど、ランドローバー欲しくなるんですよね。理由としてはさ、もうとっくにやんなくなったけど、昔ね、キャメルトロフィーっていうのがあったんですよ。そう、キャメルトロフィーってそのランドローバーが車両を供給してたんですけど、まあとりあえずね、アドベンチャーレースって言われるもんでね、順位はあったけどないようなもんで、とりあえず全員で完走を目指しましょうみたいなね、大会だったんで。はい、アップグレードですね。これでとりあえずエンジン、このトラック用のエンジンですね。トラックっていうか、要は車両用の。ここからこっち方面ですよね。まあとりあえず行かしてみましょう。はいはいはい。そう、ここまさにね、こんな、これよりもひどい道走ってたりしたんですよね、キャメルトロフィー。だからランドローバーを見たらね、とりあえず真っ黄色に塗りたくなるって感じですよ。で、そのキャメルトロフィーっていう名前のゆえんがね、あのタバコのキャメルがスポンサーになってたんで、それのままね、キャメルトロフィーって感じだったんですよね。はい、だからあの車両も真っ黄色なんですよ、そのキャメルのカラーってことで。すごかったんですよ、ほんと。国別対抗みたいな感じだったんで、順位はあるけどないようなもんで、他のチームとね、協力しながらね、抜けてったりとかしてたんですよね。で、こういうアクロ走破だけが目的じゃなくて、なんかね、いろいろやってたんですよ。チェックポイントでね、なんかいろいろ、本当に、なんかとんでもなかったの覚えてますよ、とりあえず。とりあえず、2000年をね、最後にやんなくなったみたいですけどね。これ、ここ通れるかな？ちょっと不安だけどね、こっちから、端っこから攻めてみましょうか。で、なんかここ行けそうだよね。はい、とりあえずね、道を選んで走んないとね、ひどいことになるだろうからね。でもね、このタイヤが絶対効いてんだよな。まだね、こんなマットタイヤなんてね、履けるレベルじゃないんですけど、とりあえず DLC のタイヤセットを買えばマットタイヤが履けるってことでね、買ったんですけどね、間違いなくね、難易度下げるのに貢献してますよ。はい、
とりあえず仕事はやんないけどね、こういうタスクだけはね、後々ね、回るのがめんどくさいんでね、引き受けながら回っていくんですよ。で、後々ね、選択しながら、まあ、クリアしていくって感じですよ。まだね、ほんと、メインコンテンツのね、配送業務って感じではないけど、とりあえずこういうことをね、地道にやっていかないとね、トラックでやりながら回るってよりも、先にやっぱりね、マップを開放してからやりましょうって感じの方が絶対楽なんですよね。はい、こっちですね。まあでもこのマップはやっぱりユーコンよりは楽なんだろうね。ユーコンじゃないんでアラスカか。そんなね、路面がまだぬかるんでないですもんね。走りやすいもん。アラスカはもうのっけからつらかったもんな、結構。あ、こういうマットタイヤじゃないでオフロードタイヤでも多分大丈夫ですよね。はい、監視塔到着ですね。最初の監視塔です。はい、このマップ2カ所目のね、監視塔開放です。アップグレード地点を発見。アップグレード地点はどこだ？